ごきげんよう。ベルです。本日もおなじみ講談社さんに来ております。おなじみではあるんですけれども、いつもねエレベーター前とか会議室で行って帰ってくるみたいな、ちょっともったいない感じがしておりまして、今日は講談社探検冒険をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。山下さん、はい、ごきげんよう。ごきげんようご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、講談社の山下さんでございます。ご無沙汰しております。今日は、はい、あのナビゲートしていただけるということで、ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。あ、ちなみに、はい、ここはもうカフェテリアかなけど、じゃあここもちょっと覗いちゃいますか。はい、じゃあちょっとこちらもご案内したいと思います。はい、行きましょう今日はなんか人少ない。そうなんですよ、今日は有給奨励日でございまして、あんまり人が、普段はこういうところにちょっとこう野菜がバーッとあったり、結構サラダバーの方がご飯食べるのはここが多いですか。ここですね、まあ、打ち合わせとかにも使われたりするんですか。打ち合わせがまさにあの向かいのテーブルなどは結構使ったりしますね、はい、結構奥まで広いですね。そうなんですよ、席はバーッとあります、ね、あ、おすすめのメニューとかありますか。カレーとかは美味しいですね。ここでカレーで、でこっちが右側が麺系のラーメンとかそば、結構人気ですね。はい、あ、なんかお腹空いてきましたですよねでこういったところでこう取っていってご飯を食べるっていう感じですね。これって一般の人も行けたりするんですか。普段働いてる方は誰でも。あ、社員の方は社員の方か、あとはこうスタッフとか、はい、まあ、契約社員の人とか、ここで働いてる人は誰でも利用できるんです。YouTuber はギリ。いや、もちろん OK です。おー、よかった。そこはもうじゃあ今度ちょっとチキンカレーを一緒に食べましょう。ぜひお願いいたします、はい、ではカフェテリアも見たことですし、はい、次は閲覧室の書庫へ行きたいと思います。行ってみよう行ってみようじゃあ閲覧室こちらになります。今日はなんと撮影のために貸し切りをしてこちらの閲覧室はどのように使われている場所なんでしょうか。はい、まあ、雑誌であったり新聞が結構置いてあるんですけど、うん、自分で全部買うことはできないので、うん、まあ、そういうのをこうすぐチェックしたい時とかは、こういうところに行ってバーッと見ることもできますし、あと新刊なども置いてあるので、はい、まあ、そういうのをこう借りることもできます。うん、全部講談社のものなんですか。基本的には講談社先多いんですけども、はい、他の出版社のものも置いてありますので、では早速閲覧室ご案内いたします。はい、じゃあこちら、すごい、なんかスタジオのセットみたいなんですか。これ喋って大丈夫なんですか。あ、全然大丈夫です。あ、よかったこういう形になっております。閲覧室です。わ、声が響きますよ。これ貸し出しできませんってあるんですけど、はい、あの大体のものは貸し出しが、雑誌はそうですね、雑誌の最新号は貸し出しができないんですけど、ここに行ったものも全部普通に。じゃあこれ借りてもいいんですか。あ、全然ボストン美術館肉筆浮世絵別館、強いですね。これいくらするんですかね。いやあとはちょっとこっちの方もご覧になっていただきたいです、はい、この辺が多分割と馴染みが、いわゆる単行本系、こういう形で他社の新刊も置いてあります、はい、で何の映画かは忘れてしまったんですけど、はい、ここがこう映画の撮影とかでこう、あ、ここの場所 が、だってなんかスタジオっていうかそういうロケとかで使われそうでしたもん。なんかあの弁護士物とかで使われるそうな雰囲気が、ね、結構割とこう雰囲気ありますよね。高いし2階もあるんですね。2階もあるので、ちょっと登ってみましょう。ご案内いたします。2階に着きました。基本的にはこう辞典物が割と多いですね、うん、やっぱり自分だと買わない、うん、買えないみたいなものが、写真集とかそれこそ美術大辞典とか、こう原色、歴史感じもそう。だってこれなんか触っちゃったらボロボロになりそう。もうページが真っ黒でですねなかなかもう今手に入んない結構絶版のものとか多いんじゃないですかね。すごい宝物が、宝物の宝庫ですね、まさに。これが気になるんですけど、すごいお、じゃあ行きますか。ちょっと 重たいですけど。お、講談社図書館。うわー、よ、海外のだ。でもさっき写真がありましたね。お、お、なんか出てきました。美術のなんか解説書みたいな感じですかね、うん、ですね。触っちゃいました。あー、じゃあでは閲覧室も見たところで、はい、次は書庫に行きましょうか。はい、行ってみよう。
講談社今まで刊行してきた書籍がバーッと一覧で全部、僕の文庫とか新書は一部、他社のものもあるんですけど、はいはいはい、これってどういう順というか、順番は基本的にはまあジャンルで、はい、じゃあちょっとなんか古いのとかも見てみたいです。じゃあ見てみますか、はい、じゃあちょっとこちらから、はい、雑誌ってやっぱりこう保存が大変じゃないですか、だからちょっと回して、これ全部連動してるんですけど見てくださいこれちょっと回してこういう形で、こんなまとめ方があるんですか、すごい。配置とかこのなんかインクの匂いがたまらないですね。本当だ、アフタヌーンって書いてあるんですよ。で開いてみるとじゃじゃじゃん出てきました、漫画が、これ傷んじゃうからこういう保管の仕方してるんですよ ね。最初はすごいお堅いものかなと思ったんですけど、実は中身は漫画雑誌、漫画雑誌でしたっていうなんですけど、まあ、はい、あとこっちにもこの雑誌も いつもなんだろうみたいな、あ、これも2014年、はい、小説誌があったりとか、まあ、とにかく揃ってます。雑誌系、ここは文学系とか、まあ、こういう形でバーッと、はい、漫画以外にも女性誌があったりとか、はい、あとはでも週刊誌があったりとか、はい、まあ、昔のマガジンがあったりとか、はい、昔出してた、もう廃刊にはなってしまったけど、あの資料として保存してあるっていう、はい、あ、お宝が眠ってるわけですね。この辺とか2005年とか、はい、もう1998年とか、あ、昭和63年、あ、だって絵柄がちょっとなんか、あ、だから昔っぽい雰囲気ありますよね、まあ、こういう形で、まあ、雑誌がブワーッと こちらの、そうですね、雑誌がございます。こっちがまあ全集系、いわゆる文学の、日本文学とか近代物とか、こういうの見るとすごいですよね。やっぱりすごい、バーッと見ると石破幸男集とか、この辺は本当に古い新潮とか、古本屋さんに置いてる感じですね。この辺のこの作家の並びとか見ると痺れますよね、はい実はペルソン、ちょっと上見てみてください、はいはい、こう袋に入ってるのがあるんですけど、ね、これはですね、もう痛みが激しいもので、ちょっとやっぱここの糊とかがですね、もうだいぶ効果というかあれですね、ボロッときてしまう、来てるのが、こういう形で、ダメだ触れない私この書類は、破損と汚れが進んでますので、はいはいはい、ってことで、あ、すごい、ちょっともうこれは危険なので、危険かもしれないです、こういう感じで、まあ、痛みがこう進んでるんですけど、やっぱりこれは貴重なものとして置いてあります。じゃあちょっと続いて、はい、おなじみの文庫でございます。講談社のこのカラー見るとなんか鮮やかな感じですね、うん、そうですよね。これってどういう、なんでこういう色かってご存知ですか？え、知らないです。 あるんですか、なんかこれは、はい、作家の方に文庫するにあたって、はいはい、講談社ってカラー選べるんですよ。だから作家さんは基本的に同じ色でずっと出し続けるってことが、そうですね、多いですね。なんとなく講談社文庫でなんか買ってるものとかがあると、はい、あ、宮部さんは赤とか辻村さんは水色だみたいな感じで、あ、言われてみればそうかもしれないですね。結構覚えちゃったりして。なるほど、じゃあもう作家さんが選んだ、作家さんを表すようなカラーが反映されてるという、そうですね、はい、もし自分でしたら文庫何色なんですか？そうですね、YouTube だから赤にしたいけど、なんか黒が目立たないからなとかいう、そういう打算的なのは良くないですかね。でもイメージカラー的にはね、うん、青なんですよ私。お、水色ですか？はい、講談社探訪っていう書いちゃいます、期待しております。はい、こんなところでございました。初稿どうでした？いやー、なんか歴史を感じるとともに、まあ、ここを自由に使えるためには私が講談社に入社すればいいっていうことでよろしいですか？あの中途採用も随時受け付けております。なるほどぜひ、ユーチューバーがダメになった時もぜひそれでは次は、じゃ次はですね、はい、6階の講堂ですね、はい、行動。イメージとしては、あの学校の体育館みたいに、はい、少し広めのフロアになっておりますので、はい、そちらをご案内したいと思います、はい、ではゴーン。はい、それでは講堂に到着しました。あれ、ベルさんがいないの。はぁ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 、後ろがお留守だよ、ごきげんよう。ベルでございます。すごくないですか？2階席もありますよ。はい、はい、じ
茶番に付き合わせてしまって申し訳ありません。いえ。はい、それではですね、改めましてこちら講堂、はい、どのような場所なのでしょうか。そうですね、はい、まあ、これだけやっぱ広いので、はい、こう社内行事で使われることが多くて、はい、まあ、社員がこうバーッと並んで、まあ、先ほど2階はい、にもこう人が座ったりとかして、催し物というか挨拶みたいなこともあれば、はい、例えばコミックであったり、はい、あと文芸のイベント、はい、結構用途はいろいろありますね。実際使われる頻度というのはどれくらいなんですか。使われる頻度は、まあ、1週間に1回、はい、2回かいろんなイベントとか結構、ね、朝礼ぐらいの感じ で、それでは私ちょっと最後に壇上で言いたいことがございますので、はい、移動してもよろしいでしょうか。お願いします。はい、登録者2000人結構頑張ってるんで登録よろしくお願いします。切実、はい、ありがとうございました。なんすかこれ、なんすかこれ。では、はい、26階の、はい、上を目指して、上を目指して行っちゃいましょう。行っちゃいましょうか。はい、よろしくお願いします。ご案内します。ゴー。ただいま26階に向かっております、はい、こちら26階、エレベーターボーイ山下さん、はい、最上階です。到着しました。ありがとうございます。失礼いたします。26階はこういう形で、うん、結構割とまたなんかしっかり大きそうな、ちょっと鍵が開けちゃいますね、はい、あれブラインドというか、あ、開けた方が気ですかね。開けないと新時代の幕開けだ。はい、丸見えですね。ちなみにここ の、 展望室って言うんですか。特に言い方はいつも我々は26階と呼んでいるんですけど、はい、まあ、ここは先ほどの6階講堂じゃないんですけども、社外の方をこう招いたりとかして、はい、まあ、あと一般の方もたまになんかイベントとかで講談社のそれこそやっている文学賞の授賞式とか新人賞とかは、はい、あちらをちょっとこうバーッと見ていただくとあるんですけど、まあ、こういうところで、はい、いろいろ準備して、はい、でこの辺りこう後ろに並んで、こっちもじゃあちょっとご案内しましょうか。じゃあちょっと夜景を見てご飯食べたりとか、そうですね、食ここを少しずっと奥が奥行きがあるので、割とこうそれこそ作家の方を呼んだりとかして、はい、こっちに立っていただいて、で段とかもこう用意するんですよね。まあ、ここでこうイベント、いや、はい、結構入りますよね。はい、入りますので、分断 TV オフ会やりましょう。あ、いいですね、ぜひやりますか。はい、ここがゴールの地ですね。読書好きにはたまらない、たまらない、もう下手すりゃデートコースになるんじゃないかぐらいの、いつもは見られないような場所をぐるぐるぐると巡ることができてとっても楽しかったですし、きっと視聴者の方もね、はい、びっくりしたりウキウキしたり、してくださったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回はまるっと講談社探訪してみました。皆さん他にも出版社さんってどんな場所なのかなって気になりませんか。ぜひぜひですね、もし出版社の方見ていらっしゃいましたら、うち来てるよってご連絡お待ちしております。いろんな出版社巡ってみたいと思っております。皆さんもですね、この出版社見てみたいよとか、こんなところあるのかなとか、気になることありましたらどんどんコメントしていただけると嬉しいです。じゃあ最後に一緒にごきげんようでいきましょう、はい、それではいきますよ。それではごきげんよう。